とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズン久しぶりに、ユニーク商人の前にガントレットがありますね。さあ、このガントレットは何になるのでしょうか。見てみましょう。なんだと思う？俺は、マウラーズだと思う。今回のはマウラーズでしょう。この一個手前に、魂のフィストは、置いてあったんだよね。なので、魂のフィストにはならないと思う。だから、マウラーズ。だよね。だよね。でも、ここでマウラーズにしてしまうと、きついぞ。相当きついと思う。まあ、こういうね、クリーパーベアとかだったらば、大丈夫よ。他がきつい。うん。これで、いけるか？クリアできるもんかね？ちょっと厳しいような気はするけども。まあまあ、とりあえず、挑戦はしてみましょう。じゃあ、ここらは余裕だわ。ここはね、全然いける。いや、でもマウラーズ弱いな。マウラーズは弱いな。相変わらず。で、あとこっちに2、3体いて、おーおお、結構いるな。終わり？はい、8回クリアです。いや、これボスと戦う時も絶対きついよ。次ボスっしょ。エンチャントをとりあえず入れていきましょうか。雪玉入れたいけども、まあまあまあ、まずは雪玉か。で、まあ、鋭利でしょうね。うん。で、強打2つか。これは意味がない。おい、パワーポーションが欲しかった。とりあえず、影のブリューを取って、ちょっと粘ってみるか。いや。あー、ミスった！こいつはミスったぜ。オッケー。もうなぜ出ない？効率はやばい。あ、でもまあ弓があるから、うん、コグがあるから、まあいけるわ。うん、コグが優秀すぎるから、それで全然いけるんだけども。よし、オッケー、オッケー、ちょっと出てきて。 OK、 終わり。エンダーマンも、はい、終わり。はい、まあこれでちょっと進んでいきます。ボス2回目ですね。ここもまあまあ、弓を使っていけば全然余裕だけどね。でもキノコがないから交互打ちはできないか。まあなんとかなるでしょう。いきます。おーい、ちょっと、雑魚が撃ってほしい。よし、オッケー。ちょっとあの雑魚なんとかならないかね。むしろあれだね、近接では攻撃できないわ。ああ、もうもったいない。むちゃくちゃもったいないじゃん。よし。ああ、厳しい。厳しい。まあ、締め具だとしても、厳しかったよ。やっぱ向いてないもんな。うん。パワーにはちょっと向いてない。OK。パワーポーションあれば、一気にいける。よし、ドラを使って。はい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 。これはもう近接ほぼ使えないな。ボスまで来ましたけども、結構辛そうなんだよね。まあ、とりあえずビーストボスを入れとくか。で、エーリーも一応入れとけ。ああ、いや、強打を2つ入れた方が良かったか、こいつに関しては。そうか、
ッケー、まあまあとりあえず行きましょう。いやダメ、殴ったらこの感じよ、弓だとこの感じ。いやなんだこの火力の差は。いやひどいわ、ひどいわ、マウラーズひどい。まあ締め具だったとしてもこんな感じではあったろうけどね、パワーにはやっぱり向いてないね、ガントレット系が。報酬良くない、メイス、デュアル、22か。で、汚れはどうだ、ダメですね。はい、ということで今シーズンのガントレットはマウラーズになります。よかったら使ってみてください、めちゃくちゃ弱いけどね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。